はい、どうも、こんにちは。巨人ファイマーです。先ほど、プレイキューチップスとオナーズリーグの開封動画終わったんですが、実はもう一個買ってきています。はい、今度は野球ではなくサッカーの方を買ってきました。Jリーグチップスです。これ多分、買うの初めてですね。日本代表チップスは買ってありますね、確か。はい、では開封したいと思います。何出るかわかりますね、初めて、なんせ初めてなんでね。はい、では行きたいと思います。1枚目、はい、誰だ、長木選手ですね。これ湘南市、湘南ですか、ちょっとお待ちください。はい、湘南ベルマーレです。はい、ミッドフィルダーですね。はい、こんな感じ、見えますか、ちょっと字見えますかね。はい、まあ、ざっとこんな感じですね。はい、こんな感じです。はい、2枚目は、はい、お、これは駒野雄一選手ですね。はい、宮城サイドバックですかね、今は。はい、サイドバックですね。はい、こんな感じですね。あ、ベストイレブンですか。ちょっと待ってください。20年記念第1弾ですね、これは。はい、こんな感じですね。確か日本代表ですね、今。はい。ね、頑張って、これからも頑張ってほしいですね。日本頑張ってほしいですね。中でもですね、やはり、自分、柏レイソルファンなんでね、やっぱり工藤の活躍に期待したいですね。それと、あとは、セレッソの柿谷とか、サガンの豊田ですね。そこらの選手を活躍を期待したいと思いますね。はい。ですね、あとはちょっとディフェンダーの、右サイドのですね、酒井選手はね、もっと柏レイソルの酒井選手、酒井宏樹が選ばれてなかったのはちょっと残念ですけどね、まあ仕方ないんでね、はい、これから代表復帰目指して頑張ってほしいと思います。はい、以上で、そこおさらいしてなかったんですね。はい、今日のおさらいですね。はい、湘南ベルマーレの、長木亮太選手、そして、日本代表の、ディフェンダー駒野、ジブロ岩田駒野雄一選手でした。あ、ぼやけてすみません。はい、これですね。はい、見えますか。はい、はい、はい、ベストイレブンです。最近咳き込んでるんですよね。はい、はい、以上で J リーグチップス開封動画の方を終わりにしたいと思います。